GO! 治癒チャンネル、今日も治安がいい笠井智美です。さあ今日はなんとこちらです。ドーン、ペヤングのめっちゃ激辛の焼きそばです。これなんかめちゃくちゃの YouTuber の方たちがここぞとばかりに挑戦してみんな撃沈していくっていうやつなんですけど、私前回その激辛を挑戦して韓国のブルダック麺に挑戦したんですよ。辛いやつとさらに辛いやつっていう。でも私めっちゃ辛いの得意なの、だからいけるだろうと思ったら、いやマジで辛くて殺人的に辛くて、もう本当に撃沈したんですよ。もう今回ねやってみたいと思って自分からまたこれも言ったんですけど、日本製じゃん。やっぱ前回のやつは韓国産だから、韓国ってめちゃくちゃ辛いのよ。やっぱ基本の食べ物も普通のご飯屋さんでも激辛って頼まなくてもチゲとかめっちゃ辛いし、でもやっぱ日本でさ辛いと普通のあれは結構しっかり分けられてるじゃないですか。激辛と普通の辛口っていうのはやっぱりもうちょっとマイルドに出来上がってるから、言うて辛いって言ってもまあそのいわゆる激辛ぐらいの感じで、私蒙古タンメンとかも全然食べれるので、北極とかまあそういう感じで美味しく食べれるんじゃないかなと思って、まあ余裕だろうって正直ガチで思ってるんですけど、まあちょっとこれ大盛りなのよ。私まずペヤングこの量普通に食べれないし、ちょっと一人で食べきるのシンプルにまあ無理かもしれないってのもあって、一応ピンチヒッターを呼んでいます。今日のスペシャルゲストをご紹介しましょう。桑原さんです。食べたくない。桑原さんはあの辛いのは割と大丈夫なんですけど、自ら自分で辛いのをチョイスすることはないそうです。辛がりってことだよね。辛がりですけど嫌いじゃないし。2食あるってこと？ハーフ&ハーフだから。そうなんですか。カレー味と極激辛、楽しみだな。じゃあ作っていこう。ちゆちゃん、かけます。うわすごい、すごい香りが、うわすごい匂い、これ危ないぞ。むせる。こっちがカレー、こっちが極激辛みたいなんですね。ここがカレーで、こっちが極辛の方です。はい、カレーからいきましょうか。まずちょっと桑原くん、あれしてみて。毒味。あ、毒味。これも一つ仕事でございます。毒味してください。お、やばい？本当？あ、あ、すぐ来る。あ、うわ、やばい。めっちゃおもろいな。どう、カレーの味します？カレーの風味は？少し。やばい、これ。逆に、スッて引く。最初だけかもしれない。あ、いけるかもしれない。あ、ちょっと食べてみてください。カレー味。いただきまーす。初動が早いんですよ、これ。なるでしょ、ぶって。ほら。あー！辛いですよね。なんかすっごい目が見えるようになった、なんか今。視界がもう、さーって。あ、でも、最初だけですよ。必ず7秒後ぐらいに来る。いや怖くて食べれない、やばい。うん、え、ほら美味しいですよ。でもね、うん、ちょっと美味しい、美味しい。あの場所もくれるんですよ、ペヤングちゃんと。さっきもう痛すぎて今感覚ないからいけるわ。僕もさっきそれだってなったんです。ほら一回ヨーグルト休憩挟んでいい？あ、でもこれで少し、はあ、危ない。ヨーグルトやばくないですか？うん、こっちの方も、うん、いただきます。どんな味か。うん、あ、こっちの方がいける。何味なの？え、あの辛い味です。何なのその味。でもそのキムチ系の、あ、キムチ系なんだ。あの、あ、でも美味しい。多分これ大丈夫です。お、じゃあこっちから行くべきだったのかもね。やっぱ極激辛で、こっち極激辛カレーだから、さらにカレーのなんかこう、ちょっと待って、来た。あ、辛い。でもこっちの方が時差が長いですね。長いですね。よし、行くわ。じゃあ私やっぱね、マネージャーがこんなに頑張ってくれてるので、しっかりタレントも同じ気持ちで頑張っていこうと思います。うん、うん、うん、美味しいですよね、別に。普通のこの辛さ感じなければ。うん、美味しい。うん、これは平気。え、マジで？いけるよ、本当に。嘘つかないって決めてるから。カレーの方が絶対辛い。あ、ほら、ほら来た。髪の毛が抜けそう、髪の毛が抜けそう。辛い、辛い。3口目ぐらいかな、までは、え、いけちゃうかもってなるの。分かった分かった、一回検証
証してほしいことある、言っていい？食べてすぐマスクしてみて。最初平気ってことはどんどん空気に触れるとカーって辛くなるんだと思う。マスクしてほしい。だってマスクしてたら空気に触れないから、そしたら辛くないのかも。え、じゃあちょっと一回混ぜ混ぜもして。あ、そうだ、混ぜても美味しいんですよね。検証だからそれは。お、いいね。そう、ほんとここまでは平気なんですよ、ほんとに。その後、え、いけるよいけるよとかで喋ってると空気が回って辛くなってくるの。空気と関係するんじゃないこれ。ほら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 、いけんのよ、こういうことよ。これでいけるんだわ絶対。ほら、すごい。うん、ほらほらほら、だってし、 あれ痛い痛いけど、あのさっきよりは耐えれる。空気に触れれば触れるほど辛くなるんだと思う。あ、よし、じゃあガッとガッと食べて黙る。うん、あ、食いすぎた。辛い。いきます。ノーリアクションで食べきる。お、でもいけるじゃないですか。何この無言 YouTube。 あ、でもいけますよ、ほら気が紛れて。よっしゃ、じゃあちょっと残り1個。あ、僕にくれ。ちょっと待って、強制的だな。うわねえ、絡めとるじゃないですか。ソースも全部含め、辛くない方でありそうな方いったな。そんなことないよ、だってちゃんと混ぜてるもん、こっちは。絶対落ちます、はいはい、これ食べきれば。よっしゃ、食べきればです。いただきます。死ぬまでのタイムリミットまでに食べれば大丈夫です。ほら、あ、全然ダメそう。あの、明日まで真っ赤でしょ。うん、もうちょっと。ああ、ああ、ああ、お先にすいません。あ、痛い痛い。痛い。いける。カナさん、いける。笑っていいし。あとちょっと、みんな応援してください。あ、なんで止まっちゃったんだろう。あとちょっと、あとちょっといけるよ、あとちょっとなのよ、あと一口。よし、いくよ。よし、行こう、頑張れ。3、2、1、いただきます。あー、ちょっと待って、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 全然怖い。もう一回、もう一回。3、2、1、いただきます。そのまま辛くなる前に締めましょう。よしよし。ブザック麺はダメだったけど、今回のペヤング激辛はマネージャーのお力もお借りして無事完食することができました。ドムちゃん頑張ったね。桑原君